桜一種、推定魔法少女は、原作、デジターボ、著、一はじめ、イラスト、三森忍のライトノベルである。角川スニーカー文庫より2巻が刊行されている。各月刊雑誌、ザスニーカーにて2006年10月号から2008年4月号まで連載された。現在文庫未収録文とされる。 雑誌連載分は6話分あるが、すべてが文庫に収録されるかどうかは未定。現在、雑誌連載版と文庫版では、大幅開放されているため設定に違いがある。雑誌版では、第4話まで、安住恋小石がイラストを担当していたが、第5話、文庫版から前日の三森、忍に変更されている。以下は、文庫二巻までの設定やキャラクターを記したものである。 タイト学園に通う桜京一は思いを寄せる同級生の水野、ひなたたちと学園七不思議を解明するために深夜の学校に侵入する。しかし、それを発端に学園で異常な事件が多発するようになる。それは異世界の犯罪組織、英中科技者が恋する人から発生する恋子を狙い活動を開始したためだった。 魔導数式と呼ばれる力を使う彼らと、恋子を奪う、虫に対抗できるのは、国事機構と呼ばれる組織から任命された三人の魔法少女、恋天使のみ。しかし、その恋天使に何の因果か、教一たちが任命されてしまう。その上、永中鍵者は日向をターゲットにしてしまい、教一は恋天使チェリーに変身し、日向を守るために戦わざるを得なくなってしまう。 果たして今日一は日向の恋を守ることができるのか。心に翼瞳に勇気、愛はすべての悪を断つ。ありがとうございます。